はい。で、このアシュラ像ですね。なんでこんなポージングしているのかということなんですけれども。まあ皆さん、もしもね、このアシュラ像がですね、えー、これ全部直立不動ですね。で、えー、手をですね、下に伸ばしてたらどうなるでしょうか。そうすると、おそらく非常に細長い印象になってたと思うんですよね。えー、手をこうやって横に上げて、こういうポージングをすることによって、 あんまり細長くない、日本人が好む、あんまり細長くない形になっています。ね。というわけで、まあ、実際、まあ、こういうポージングをすると、まあ、手をね、こうやって横に広げると、まあ、えっ、ー、と、この四角形が、えー、ちょうどだいたい白銀比のあんまり細長くない四角形になると、えー、いうことがわかります。はい。というわけで、えっ、ー、と、まあ、このアシュラ像ね、あの、非常に人気があるんですけれども、まあ、その人気があるアシュラ像の中に、またですね、日本人、 に、まあ、キャラクターの中にね、人気キャラクターの中に見られる白弦筆ですね。えー、1対1.4を、まあ、見出すことができました。はい。というわけで、このアシュラ様、まあ、いろんな意味でね、まあ、人気なんですけれども、まあ、あの、ちょっとね、今、ちらっと見せましたけども、まあ、実は、幸福寺に来ますとね、このアシュラ像というのは、えー、いろいろあるんですね。アシュラ像には、他にはなんだこれ。 えっと、読んだことあんまりないのであれですけども、関室八部修立造、えー、と呼ばれる、えー、古代インドの生きの八つの神に由来する八部衆の一つです、というふうに書いてあります。で、幸福寺に行くと、だから八部衆、八個あると、えー、いうことで、えー、五部城、おさから、えぇ、ー、グバンダ、ケンタツバ、アシュラ、カルかギンぎんヒバカラとかね、いう感じで、こんな感じか。 8個あると <laughs> いうことですね、えー。ということでありまして、ちょっとアシュラだけ特殊ですね。えー、っと、はい、えー、っと、まぁ、あ、アシュラちょっと切れちゃってますけど、アシュラだけ細長くないんですね。細長くない。こうやってポージングしてるので、白銀比になってて、細長くない形になってる。あとはこうやって細長いんですね。細長い。 ですね、細長いので、まあ、これなんかね、人気出そうなんですけど、あんまり人気出てないですね。はい。というわけで、やっぱり、あのー、日本人はあまり細長い形、あんまり好きじゃないようでありまして、こんな感じで細長くないようなね、形にすると、まあ、日本人に人気が出るということであります。はい。というわけで、日本人に人気の足らゾをですね、えー、ここにも、まあ、細長くない、えー、白銀比、えー、ドラえもんなどに見られる白銀比を、まあ、見出すことができました。ということであります。 はい。えっと、それでは今度はですね、えー、仏像様のね、えー、顔をですね、えー、ちょっとまあ見ていきたいと思います。はい。えー、人気の仏像様の顔の傾向ですね、えー、ちょっと見ていきたいと思いますけども、まあ、例えばですね、えっとまあ、これは東大寺ですね、東大寺。東大寺ですね、まあ行ったことがある方も多いと思いますけど、この中に行くと、 仏像様がありますけれども、えー、あまり細長くないですね。えー、仏像様の顔っていうのは、まあまあ、日本普通の,です、ね、あの日本の男性の顔とちょっと違ってですね、非常に細長くないです、ねえー、顔をしていると、えー、いうことが分かるかと思います。で、まあ、この東大寺だけじゃないですね。例えば。 そうですね。あれちょっとこれあ、これは次に述べますけども、はい、ちょっとこちら見てください。ね、これね、全然細長くないですよね。えー、まあ、日本の普通の男性の顔とはちょっと随分違って、えー、細長くない、えー、顔をしているということが、えわ、ー、かるかと思います。 はい。これもね、細長くないですよね。細長くない顔をしている。まあ、皆さんの実際、まあ、特に男子学生の場合にはですね、まあ、男子学生の顔、まあ、自分の顔を見ていただければ分かると思うんですけども、と比べるとね、えー、あまり細長くない、えー、顔をしていることが分かるかと思います。そうですね。これも細長くないですね。細長くない顔をしています。えー、これも細長くないということで、 あこれはちょっとさっきやりましたね。はい。というわけで、まあ人気の仏像様の顔というのはですね、あのー、結構細長くない、えー、顔が多いということでありますね。はい。えー、というわけで、まあそういう特徴が、えー、あると。ね。だからまあちょっとどちらかというとキャラクターみたいなね、えー、まあ日本の漫画ですね、のような感じの顔をしているということであります。 はい。えっと、ま、今ですね。えっと、ま、えそうですね。正方形、あまり細くない顔ですね。そういったものについて、えいろいろ紹介してきましたけども、例外もあります。えちょっとこちらですね。えぇ、法隆寺の釈迦三能像。ま、歴史の授業でね、いろいろお勉強した人も多いかと思います。えぇ、法隆寺はそうですね。えここですね。法隆寺駅、えを降りて、 えー、バスに乗るとね、えー、すぐ法隆寺ということでありますけれども、えー、そうですね、こうやって法隆寺の五重の塔とかね、こんなのがあります。はい、えー、そうですね、こんなのがね、ありますけど、ここそれでここにですね、えーえー、と、あれそうですね、法隆寺の、えー、釈迦三能僧と、えー、いうのがね、えー、あるわけですけれども、ちょっとその顔をね、 見ていきますと、まあ、こんな感じですね。えー、非常に細長い、えー、顔です、ねえー、をしているということであります。まあえー、というわけで、正方形っぽいですね、ふくよかな顔ばかりじゃなくて、こういう細長い、えー、顔も、ね、あるということであります。で、これ、細長いとですね、まあえー、とこれ実はこれ、 あの、白銀比なんですね。縦横比1対1.4。あの、キャラクターの場合には白銀比だと、まあ、あまり細長くないですね。ドラえもんのような、えー、印象を受けるんですが、えー、顔の場合だとね、顔は白銀比だとちょっと細長い印象になります。ね。はい。ということで、えー、っと、まあ、そうですね。法隆寺の釈迦三男像ですかね。えー、ここに黒、えー、銀比の、えー、四角形を見出すことができるということであります。 はい。えっと、もう一つね、あの、別の事例を紹介していきたいと思います。えー、今度これはですね、えミロクボ殺像、交流時のミロクボ殺像、えー、と呼ばれるものなんですけども、まあ、このミロクボ像というのはですね、えー、しばしばよく紹介されるのが、この斜めから見たアングルなんですね。えー、正面からとかでなく、斜めから見たアングルです。 はい、えー。というわけで、なんで、コーリジの魅力菩薩像は、こうやって斜めから見たものがよく取り上げられるんでしょうか。じゃあ、斜めから見るとどういう効果があるのかをね、えー、ちょっと紹介していきたいと思いますが、実は、あの、まあ、写真撮るときなんかもね、えー、斜めから撮ったり、正面から撮ったり、斜め上から撮ったりで、いろいろ違いますよね。例えば、斜め上から撮ると、小顔に見えます、ね。撮るアングルによって印象が大きく変わるんですけれども、 まあ、斜めから撮影すると、まあ、顔が細長く見えます、まあ。光の加減とかもあるんですけれども、まあ、斜めから撮影すると、顔が細長くなります。で顔が細長くなると、まあ、かっこよく、ね、見えてくるということでありますね。はい、というわけで、えっと、まあ、えー、これアングルが重要な、ね、例なんですけれども、まあ 光隆寺の魅力を刺すと、まあ、この有名なアングルですね。まあ、これは、どうしてこんなのが出てくるのと。まあ、それはこうすると、顔が細長くなって、かっこよく見えるよと。えー、そういうことであります。はい。というわけで、まあ、あの、いろいろね、え、なんか、撮影するときに、えー、撮影するアングルですね。え、どこから、え、どの方向から撮影するか。え、これがすごく重要であるということであります。必ずしも正面から撮影する必要性はないということになります。 はい。えっ、ー、と、それじゃあですね、また別の事例を紹介しましょう。まあ、これはですね、まあ、僕が取り上げたんじゃなくて、他の人が取り上げてるんですけれども、まあ、あの、聖徳太子像、まあ、ちょっとこれもまたいろいろ問題があるんですが、えっ、ー、と、まあ、先ほどの柳先生の著書ですね。柳先生の著書。これか。 えー、俗黄金分割ねえー、有名な本、えー、ですけれども、まあ、これを、えー、ちょっと見ていきますと、まあ、ここに、ほら、聖徳太子画像というのがね、えー、書いてあります、まあ。聖徳太子画像というのが書いてあって、えー、それを見るとですね、この絵が書いてあるんですね。この絵が書いてあって、えー、聖徳太子の隣に二人子供が、あ、ね、子供がいますよね。で、それでまあ、これとですね、この、えー、三つを合わせると、 まあ細長くない白銀比の四角形になってますよと、まあ、そういうことがその柳先生の本に指摘されているということになります。これがえこの柳先生の本にえここの27ページかにえ書いてあるということであります。はいえっ、ー、とこれがその柳先生の本ですね柳先生の本のえ27ページですけれども。 まあちょっと27ページは説明ばかりで、28ページに来ますとですね、これがありますね、これがあります。はい、えー、これですけれども、えま、ー、今は聖徳大じゃないとされてますが、えー、これが、えー、そうですね、こんな感じですかね、こんな感じで白銀比になっているよ、ということが、え柳先生の方に書かれています。 まあ、ただし、あの、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、まあ、その後ですね、これちょっと聖徳太子じゃないよとかね、まあ、いろいろ言われるようになりましたので、えー、じゃあこれは何だったんだって話になりますけども、まあ、とりあえず、まあ、えー、そんなところに、えー、白銀比一体ルート2があるということが、まあ、よく指摘されているということであります。 はい、えー。以上ですね、いろいろ日本美術品に見られる、まあ、正方形白銀比の事例を、えー、紹介してきました、まあ。しかしながらですね、人気美術品ならば、えー、必ずしも正方形や白銀比というわけではありません、まあ。その例がですね、ここに書いてありますけれども、これは浮世絵ですね。まあ、浮世絵ですけれども、見ていただくとですね、これものすごい細長い顔ですよ。異様に細長い顔ですよね。 で、こういう非常に細長いと、まあ、かっこいいとかね、美しいとか、まあ、そういう印象につながってくるんですね、えー、いうことでありますね。はい。というわけで、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、そうですね。だから、どこで使われるかですね。こういうかっこいいか顔や美しい顔を表現しようとすると、まあ、こういう細長い、えー、顔が出てくると、えー、いうことであります。一方ですね、まあ、これは細長くして、かっこよくしたり、美しくしたりしてるんですが、 えー、例えば、北斎漫画っていうのがね、教科書に載ってますけれども、まあ、えー、そうですね、えー、そんなの見ますとですね、そうですね、全然細長くないですね、これはね。 えー、とやくで、まあ、庶民の生活を表すと、まあ、その時はこういう細長くない顔がね、えー、たくさん出てくるということで、まあ、えー、まあ、どこ、どんな作品かによってね、細長くなかったり、細長かったりするわけですね。まあ、これは漫画も同じで、えー、かっこいいルパン3世だと細長くてですね、えー、かいいドラえもんだと細長くないということで、まあ、えー、対象によってね、かなり細長さは変わってくるということになります。